はい、これおこれ何だと思う？あれでしょ、真空にするやつ。そうそう、真空容器でございます、うん、はい。こんな話聞いたことないですか？真空の中に水を置いとくと、うん、いえー、嘘だー。沸騰するらしいんですよ。いやいや、真空するだけで沸騰するわけないでしょ。ないと思うでしょ、うん、ないと思うでしょ、うん、分かんないからね、本当に沸騰するのか。今回実験していきたいと思います。マジか。やばいでしょ、うん、今回ちょっと紹介したっけ。あ、してないから一応しようか。やっとか。あ、そうじゃないか。で、まあ、今回は普通のね、水でやっても面白くないので、うん、もしかしたらカップラーメンできるんじゃないと思って、この中で。じゃあカップラーメン取って。これこれこれ、うん、そうそうそう、あ、これこれこれ、うん、これをね、これを入れて、うん、これ入んないよ、これ入んない、これ入んない、これ嫌いちゃった、もう終わりだよ、もう終わりだよっていうと思ったからね、うん、はい、こちらにね、かわいいちっちゃいミニサイズのねカップラーメン買ってきております。安心してください、安心してください。これさっきのエンディングは何だったの？ほら、スポット入って、こんな感じになるわけですね。で、このカップラーメンの中に水を入れて、はい、まあ、真空状態にして沸騰させるということでございます。まあね、うん、本当に沸騰するかどうかはちょっとわかんないんで、うん、最初ね、水の入ったコップを中に入れて、本当に ね、沸騰するかをね、ちょっとね、うん、ちょっと手短いけど、誰が手短い、誰が手短い、結構締めるでしょう、うん、はい、また本当にそれなったら超すごいと思う。超すごいよね、うん、じゃあいきますよ、はい、真空にします。こうやってね、抜いていきますよ、どんどん。重い。あ、じゃあ真空になってきてんじゃない？こう、こうやってするんじゃん。でもさ、めっちゃやんなきゃダメじゃない？沸騰させるためには。そうだよね。でもさ、泡でできてない？泡あったっけ？なかったよね。え、なかったよ、絶対。え、だよね。はどうだろう。でも、もうちょっとかな。さっきより絶対あるよね、これ、泡ね。やばいやばいやばい。泡の力やばいよね。うん、そこで見ないでください。笑わないで。もう、うわ、できない、もう重くて上がんないの。嘘つけ、もっともっと顔に力入れないとダメなんだよ。顔に力入れない、そう、気持ちを込めて、気持ち、そうそうそう、おー、いいじゃん、いい表情になってきたじゃないか、お前、頑張れ。これ失敗したけどさ、不思議なのはさ、泡が出たことだよね、うん、ちょっとこれボタン押して空気抜きを、うん、せーの、はい、変わらない、変わらない、中は中の水あったかくなってるかもよ、もしかしたら。本当やな、びっくりした、なんかバーンって爆発するのかなって。冷たっ。え、冷たい、いやいや、そんなわけないじゃろ、あんな真空にしたらこんな冷たいわけないやろ。冷たいやないか。これがダメだったらさ、絶対ダメだよ。今回さ、うん、これでやったけどさ、うんうんうん、でもね、僕動画で見たのはね、うん、結構ガチな装置だったの。あー、なるほどね。なんか本当にメーターとかついてるやつ、ね、こうやってボタンを押したらピシュー、うんうんうん、みたいな、うん、で、そっからじわじわ沸騰してたんだけど、完全に真空になってなかったってことだね。真空になってなかった、そういうことか。そういうこと。はい、ということで、次はですね、しっかりとしたそういう機会借りれたら借りたいよね。ねー、リベンジしたいね。そうね、うん、ということで、この動画面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。